はい皆さん、お疲れ様です。手山放送、鉄尾です。どうも、はい。えー、連日の放送になっております。はい。えー、毎日投稿を目指しているわけではありませんが、時間が空いた時になるべく、この低コスト、低スペックの動画をお届けしようと、はい、頑張って撮っております。はい。 とは言ってもですね、あの話すネタがなければ取、あのー、ることもありませんので、はいえー、と何日か、えー、と日にちが空くていうことも普通にあるんですけど、まあ、なんとなくあの調子よくあのポンポンと話すネタが、はい、ありますので、お話し,しようかなと、はい、思います、はい。今日は日曜日ですね、はいえー、僕、さっき起きました。はいまあ、さっきってことでもないんですけど、えー、と4時夕方4時ぐらいに起きましたね、はい、で今もう夜の8時ですね。 はい、7時59分です。なので、動画を撮ってあげたら、もう寝たいと思います。はい、あの基本的に僕あの、いつも2時半に起きます。はい、2時半っていうと、もう朝ですらないですね。はい、夜ですね、はい。なので、大体もう8時半から9時ぐらいには寝ますかね。はい、なので、夕方4時に起きて、もう寝る時間です。はい。今日久しぶりに湯船に入りましたね。はい すごい全然関係ない話をずっとしてますね。はい。関係ないついて先ほどもうと思います。はあ、えー、それでですね。今日はあの人間関係についてお話しします。はい。会社の人間関係が嫌なら。えっ、ー、と、運転手をやればいいんじゃないかなと、はい、僕は思ってまして。あの、会社の人間関係、要は、えっ、ー、と、サラリーマンであったりとか。まあ、他の、まあ、職人さんでも。 他の人たちとの人と付き合い、えー、ありますよねそういうのが、えー、と苦手だったりで僕も一番最初はあのサービス業みたいなことやったんですよこっちに、えー、田舎から出てきて初めてやったんですけどまあストレスで、あのー、もう本当に電話が鳴るだけでもうイラッとしたぐらいで、はい、もう客からの電話取るのも嫌だったんですけど。<laughs> であのお客さんに偉そうな態度を取られてもイラッとしますし、まあ普通なんですけどね、<laughs> お客さんですから、向こうは。はい、ただなんかもうそういうの嫌、えー、で嫌でしょうがなくてですね、それであの運転手に転職しました。それが、ね、もう20年以上前の話です。それで、まあ、なんとなく運転手が合っててですね、あのなんだかんだ、えー、と不満もありつつも、20年以上やって、えー、もう何社も転職しましてですね、 お前そろそろいい加減落ち着けよなんて言われつつもあのここまで来ましてですね、えー、と意外とこの,の SNS みたいなのが発達してきて。 皆さんに情報配信、情報発信ができるみたいな、えー、ところまで来てしまいましてですね。はい、意外と、あの、えー、重宝していただけると嬉しいなと、はい、思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、話戻りますね、えー。人間関係嫌だったら、えーと、運転手になることをお勧めします。個人個人何を仕事に求めるかは、えー、と違うと思いますけど、やっぱ、まあ、ある程度のお金ももらえますし、えー、と人間関係が希薄です。はい であんまり干渉もしてきませんし、まあ、こっちがどういう態度でも、もう荷物積んで出ちゃえば1人ですから、仕事さえしてればいいと、はい、こういうことなので、でさっきですね、あのちょっとあの荷物ガ、がサ,ガサこう整理してたら、昔の写真が出てきたんですよ。はい、なので、えっと、今ですねあの、人間関係に悩んでて、もう1人で仕事したいなっていう人は、 えとまあ、運転手いい,いいんじゃないかなっていう動画を撮ろうと思ってこの写真を見せたいと思います。これ僕が、えー、と多分21、22歳ぐらいかなと思うんですけどたくさん写真が出てきた中で、えー、とえ唯一これだけあの見せられるに耐える写真かなと、はい、思ってこれを見せます、はいどうでしょう。これ22歳ぐらいの僕ですね。はい、あの完全にやからですね。はい、こんなのでも あ運送屋はちゃんと採用してくれますし、仕事もさせてもらえます。はい。もう、金色通り越して白いぐらいの頭ですけど、うん、これでもう、あの、ちゃんと、えっと、毎日ちゃんと仕事してましてですね、この時はですね、あの、コンビニの弁当の配送してたんですよ。はい。これでコンビニの弁当配って言って恐ろしいんですけど、それでも別に普通に、えっと、仕事をやってましたね。まあ、結果的にはクビになったんですけど、はい。それで、あの、 えー、クビになってから大型の免許を取って、うん、それで、まあ、大型にステップアップして違う会社に行ったんですけど、ただ何が言いたいかっていうと、こんなもう、あの、やからみたいなやつでも、えー、と運転手は務まるよと、はい、こういうことなんですよ、はい、だから誰でもできます。はい なので結,局て結果的に、えっと、続くか続かないかはあのその人次第であの車の運転好きであの仕事は別に嫌いじゃないしちゃんとやるよとでも人間関係が僕は煩わしいんだよとあの面白くないなと、はい、あのしかも苦手で人と話すのが苦手だよっていう人はあの運転手やってみるといいんじゃないかなと。 はい、このように思いますね。もし運転手が嫌だったらあの、また辞めて違う仕事をすればいいだけの話なので、あ一回あの試しにですね、はい、やってみていただけるとあの、なかなか悪くない仕事だと思います。はい、なので、人間関係に悩んでいる人、はい、運転手、トラックの業界、ぜひ来てみてください。まあ、えっ、ー、と、ここの辺、川崎とかそこら辺だったら、もしかしたら僕と同じ会社に入ることもあるかなと思うので、そういう時は、まあ、休みの日にいっぱい飲みましょう。 はい、今日は、えー、短めにそうですね1本取、はい、りました、えー、以上ですザ放送鉄道でしたご